どうもこんにちは、おっさんゲームズです。 Wii スポーツリゾートのバスケットボール、安西先生バスケがしたいです。第9回となっております。まあ、やることは単なる試合です。いきます。決定。えい。はい、本日のお相手は熟練度568のともこさんですね。髪型が可愛いな。オッケー。あー、くそ、ダンクの位置だと思ったらそうでもなかった。やべえ、見誤った。やべ、噛んでしまった。さあ来い。ブロック、オッケー。さあ行こう。均衡。お、あーダメ、完全に曲がってるわ。あれ、スリーポイントマスターになった実績というか経験が生かされておりません。オッケー、いい感じ。最高。ダンクばかり狙いすぎましたね。オッケー。やっと手が入った。さあ守るよ。さあ当て。うわー、入れられたー。かっこ悪い。いやもう点を取られたら取り返せばいいんですよ。おっ、よっしゃー、強引に来ました。オッケー。さて、できれば10点ぐらい欲しい。10点ぐらい取りたい。ああ、強引すぎた。まだまだ頑張ろう。決められてしまった。いかん。うわっ、くそ、やべえ、残り1分。 OK。オッケー。さてと、守るよ。オッケー。オッケー。よしよしよし、あと2点は取りたい。守るよ。
ポッ。オッケー。さあ。ああ弱すぎた。いかん。やべ、コメント欄に下手かよとか書かれそう。いや、見せ場をもう一回作りたい。オッケー。焦るな焦るな。残り9秒。いかん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 。あー、うそー。やだ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 。あー悔しい。うわ、勝ちはしました。熟練度の方は17しか上がってない。ちょっともう一回やらせてください。熟練度585のグレッグさんですね。すいません、10点取りたい。 OK。 その見せ場をね、ある程度作らないとね、こう動画として面白くないじゃないですか。あー、スリーポイント。やべ、よく出しついたかな。結構強いな相手が。こいつらに勝てたらなんか見せ場って感じがしますね。勝つだけで。あー、もうダメー。スリーポイントコンテストで一応練習戦っていたんですね。負けてる負けてる。勝つ。はい。よしよっしゃ。貯めるな。オッケー。やべえ、楽しくなってきた。あいつ強えな。よーいしょー。よしよしよし。オッケー。この試合ちょっと見せ場作れてる気がしますね、自分の中でも。ああ、やべ。
ダメだ。見せ場作れてると言った時から、言った、もうすぐにちょっとしょぼいプレーを見せてしまいました。おっ、オッケー。あの位置からダンクはさすがに無理か。 OK、 これが取れると思った。普通のシュートいこうかな。あー、よろしくないね。もう2点ぐらい取りたい。残り12秒、シュートだ。よっしゃ、いけ、入らない。うそ、いったと思ったんだけどな。まずい。あラスト2秒で決めてやる。決める。やった。いやー、すいません、2連続でしょぼい試合になってしまいました。まあしょうがないと、相手も強くなってきてるんでしょうねという風な言い訳をちょっと言っておきます。はい、まあ熟練度1000までとりあえず、まあ目指しまして、まあ、あのチャンピオンをいつか倒してみたいと思います。はい、というわけで、まあこのくらいに今日はしておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回。 Please subscribeできましたらチャンネル登録よろしくお願いします。私は任天堂クリエイターズプログラムのライセンスによってこの動画で任天堂コンテンツを使用しています。この動画は任天堂による援助や支援がなされているのではありませんが、この動画から得られる広告収益は任天堂と分け合われます。